はい、こんにちは。ひとつぼ TV です。いろいろあってテイク3です。ここはですね、大阪市城東区の中央2丁目というところで、JR の野江と、京阪の野江と、あと、地下鉄ね、谷町線の野江内田の駅も使えます。おまけに、野茂4丁目もすぐそこで、区役所もすぐそこっていう、すごく便利な場所になってございます。エステムコート上等中央エグザリタ、3LDK65.77平米の15階建ての14階というお部屋なんですけども、早速14階からのね景色をご覧いただけたらと思います。大阪を見下ろしながら暮らせますね、毎日。はい、で、このリビングは 13.4畳で床暖房です。で、キッチンは、まあ、3口ガスコンロ、魚焼きグリルと、あって、まあ、食洗機もついてますよ。であとね、これですね、なんていうかな、電動食器棚なんですよ、これ。パワーウィンドウみたいに上がってる。はい。キッチンです。もう一個の洋室は6畳で、クローゼットも付いてございます。で、この部屋からもバルコニーで大阪の街が見えます。夜景とかすごいでしょうね、多分ね。こちらの和室は、まあ、5畳ほどですかね、まあ、四角の和室です。で、水回りですね、ちょっと新しいですね、洗面台と洗濯機置き場と、まあまあいろんな便利な棚がありまして、お風呂ですね、広いですね。はい。で、こちらのお部屋が、6.2 畳ほどですね。クローゼットもついてございます。はい。いかがでしたでしょうか。エステムコート上等中央エグザリタ。ちょっと名前もすごい豪華ですけど、3480万円。便利な城東区の14階のマンションです。お問い合わせお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。